マリー・ソフィー・フレデリッカ・キャ、ヘッセン・カッセルは、デンマーク・ノルウェーの王・フレデリック六世の王妃。ヘッセン・カッセル家の出身で、ドイツ語名は、マリー・ソフィー・フリーデリケ・フォン、ヘッセン・カッセル。マリーは、ヘッセン・カッセル・ハク・カールと、デンマーク王・クリスチャン七世の妹ルイーセの、長女として生まれた。彼女の父方の祖父母は、ヘッセン・カッセル・ハク・フリードリヒ二世と、イギリス王女メアリーであり、 母方の祖父母は、デンマーク王フレデリク五世と、イギリス王ジョルイーズである。マリー王妃、マリーの父は、フリードリヒ二世の二番目の息子で、領地を持っていなかったため、デンマーク王家の一員として振る舞った。デンマークは、小さなヘッセンカッセルよりも良い地位を提供していたので、ある。マリーは主に父が重要な役職を得たデンマークで、育った。マリーの母は、 デンマークのフレデリック5世とルイーズ王妃の間に、生まれた3人の王女のうちの末娘であったのである。そのため、マリーは、フレデリック5世の父子であるクリスチャン7世の命でその、息子の摂政王大使フレデリックとは、重子弟同士、また、フレデリックの母方の祖父フレデリック・ルイスが、マリーの二人の祖母の兄である関係で、また重子弟の間柄でもあった。 1790年7月31日、マリーは、摂政を退し、フレデリク、後のデンマーク国王フレデリク6世と結婚した。フレデリクは16歳の時から、狂気の不王クリスチャン7世に代わって摂政であった。不王は1808年に死去した。フレデリク6世は、公式には、クリスチャン7世の死によって、王位を得たが、事実上は20年以上もの間、 君主として役割を果たしていた。デンマークの同盟者、フランス皇帝ナポレオン一世の敗北の後、デンマークはノルウェーの支配権を失った。すなわち、1814年に国王夫妻はノルウェー国王及び王妃の地位を失ったのである。フレデリクとマリーソフィーの間には8人の子供がいた。しかし、男子はいずれも養成したため、1839年に、 フレデリクが死ぬと、重低のクリスチャン発生が多いを継承した。二人の間の子供で成長したのは二人の王女だけで、あった。マリーは、息子や孫が、全くいないことを嘆いていた。マリーの末妹である、グリュックスブルク公妃のルイーセカロリーネが、まだ幼い子を多く抱えた状態で未亡人になった。時、マリーは子供たちの幾人化を、デンマーク王室で貢献することを引き受けた。 そのおやめたちは、マリー自身の生き残った二人の王女よりも幼かったため、孫のような存在であったかもしれないと考えられる。その一人が、グリュックスブルク公主クリスチャン、後のクリスチャン旧姓であった。クリスチャンとそのヒルイーゼはマリーに敬意を表し、次女の名を、マリー・ソフィー・フレデリケ・ダウマーとした。マリーの死の後、その娘は、ロシア皇后。 マリア不要ロブナとなったが、その名乗りはマリーの最初の名を残したものであった。彼女の称号は生涯のうち以下のように変わった。ありがとうございます。